かったらもう強みになってしまうので、おお、ここ今来てる。そうそう、で次は、ダスク TV バイクかなのは、2人目の先生のレッスンなんですけど、はいはい、1回目2回目は、手がもげて足がもげました。で次は、どこがもげるか。もう今回は全部もがれていくんですね。もげるシリーズ。でも序盤全部もげ、ここしか残ってない。2人目の先生をお呼びしましょうか、はい、よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。今日はカポエラと、ブレイキンに挑戦していただきます。ブレイクダンスのルーツになったブラジルの格闘技です。格闘技なんですか。はい。まずジンガというカプエの基本のステップがありまして、足を最初パーで開いた状態から左足を後ろ下げてチョキの状態で、パーに戻ってチョキの状態から、でその時手で顔をガードしてください。顔をガード、そのまま続けて顔をガード、そうそうそう、顔をガード、要はここ蹴られたりしても大丈夫なように、この入れ替えをなるだけ早くしてください。ここから一番じゃ基本のアウに入ります。右足を踏み込んで側転に入るんですけど、まず足をあまり上げないでというか、すじながら、よいしょ、ここからジンガから、はい、じゃあ入りましょう。 OK、 はい、じゃあ次上げてみます。2本踏み込んで、ついて、はいはいはい、はい、じゃあそのまま反対いきます。はい、頑張ってない。あ、はいはい、大丈夫。さあ軽く足、おお、綺麗綺麗綺麗、素晴らしい。さすがさすがさん、やった。で次反対いきましょう。でここからが本題、格闘技になる、要は蹴りと、あと蹴りに対しての防御になります。してもらいます。はい、まずアルマーダっていう動きですね。右足を1で踏み込みます。2で左足、3で左足を軸にして回ります。そうそうそう、回ったこの足ですね、床を擦った足を上げてあげると、要は蹴りになる。はいはい、さすが。高く上げるためのコツとしては、軸足を曲げてあげる、軸足を曲げてあげれば、そうそう、自然と膝が伸びます。そうそう、さすが。踏み込んで歩きますっていうのができます。普通ね、できないんですよ、初めてやると。ダンスでターンしたりとか、体幹がしっかりしてるから、これできた感じです。素晴らしい。強くなった気分。そうそう、はい。私が蹴るので避けてもらっていいですか。で、避けなかったらもう血の海になってしまうので、ね、命がちょっと気をつけてください。命がけ、はい、命がけで、はい、行きましょう。あ、でも最後に、なんで怖い、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 はい、あ、そう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 、バッチリバッチリです。はい、あー、はい、で今みたいな、そう、じゃあ今度は蹴りに対して蹴りっていうのをやっていきます。踏み込んで、同時に見て見て見て、こっちを見て、そう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 、そうそう、そういうことです。どうぞ。そうそうそう、バッチリですね。あれですね、覚えといたら変な不審者が来た時にちょっと一発かませるかもしれない。ちょっと、ジャケンナッツって言って、まあ、音流してから音流してからちょっとやるっていう。そう、やってみましょうか。はい、どうぞ。今来てる。そうそう、で次は、そうそうそう、噛み合う。おお、すごい。
でもちゃんと蹴りが噛み合って泣いたっていうので情報として、そうそうそう、蹴りに対して同じ方向を蹴ってあげると、あー、いいですよ。おお。いや声が入りましたね。じゃあゲームいってみましょうか。はじめ、そうそう、そうおお、うまく避けましたね。さあ、どっちが仕掛けるか。はい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 。えさあ、一緒に蹴るのを、そうそう、そこから、そう、避けた後に蹴れれば最高。はい、そうそうそう。何やる。はい。あ、おー、連続きましたね。連続きましたね。両手をついて、一緒に蹴る。あ、汚い。はい、2個で一緒に、おい、そうそうそう、これ伸びるともっと気持ちいいね。さあ、決まるかどうか。あはい、大丈夫、大丈夫、マジ。OK、はい、でしょう。すごい、はい、ということで、カポエラを体験してもらいました。これのダンス的な要素だけになるとブレイクダンスにこれから変わっていきます。これを知ってるとね、あの鼻高です、ダンサーとして。あのブレイクダンスやってるけどルーツを知らない人も知られると思うので、ここから来たんだよっていうのを知ってもらえると。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。すごい、楽しかった。すごい、すごい、すごい、すごい。あんな軽々とこうね、それピョンってやってんのができないよね。なんだっけ、ピョンピョンってやつがね、力任せじゃない感じがすげえと思って、口が開きっぽなし、本当に